本日は敬老会イベントアモネスティ敬元さんのコンサートにご参加いただきましてありがとうございます。昭和歌謡ということで、まあ、皆様が若かりし日のことを思い出しながら聞いていただければと思います。芸名アモネスティ敬元、本名は木本君、よろしくお願いします。消えてしまったけれど何もかも周りは消えてしまう。
として他にもいろいろいい曲があるんですが、今日はこの一曲は もう一つ楽譜持ってきてますんでやりたいと思います。当時光声を書いてたんですが、当時の数学の状況とかバスの隣に座ってた女の子の顔とかがこうクソマトのように書いてきますね。あの懐かしい歌を聴くとですね、次は、小さなスナックっていうのがありましたですね、小さなキャバレーじゃなくてスナックです。小さなスナックパープルシャトーズ。言葉は出さずに小首を曲げて
これ大正解でした。1万2000円。次は学生服で歌ってた人は誰でしょう。誰？船木和夫。ピンポン。早いですね。船木和夫。船木和夫といえばデビュー曲は中学校3年生になるんですか。あ、高校3年生。じゃあ高校3年生。御三家は船木和夫と、はいはい、もう一人野口五郎、三田明、ああ違います、橋行こうか、船木西郷、橋船木西郷、西郷という彦、じゃあ三田明ですので三田明行きましょうかね。ご関係じゃなかったですね、見たわけが。白い野薔薇を捧げる僕
貸してあげよう。昨日習ったノートを君に貸してあげよう。純粋だったんですね、あの頃は。次は、西郷輝彦。私、西郷輝彦、小学校6年の頃から好きでして、西郷輝彦のデビュー曲、君だけよ。
だからあの子は星もすべい遠い届かぬ夜空で光るそうさあの子は近くて遠い夜空の国の星もすべい星もすべい星もすべい最後の方、歌声が出なくなりますキーがちょっと高すぎたから、ね、次、歌う曲を北原健二って言いましょう。それでは若い二人、北原健二。皆さんご存知だったら歌ってくださいね、大きな声で。TBS とかフジテレビとか日本テレビとかぐるぐるぐる回る仕事だったんですが、何をしてかというと番組のセッティングですね、小道具係、あれで結構ねいいアルバイトになったんですけど、そこでのたまたまテレビ局で昔の要するにヒット夜のヒットスタジオみたいな感じですね、あんな感じの飾り付けなんかした時にまあ、いろんなタレントになったんですが、その中で特に印象に残っているのが中尾雅俊、ジーンズで
髪ボサボサで足見たら素足に下駄履いてるんですね。で彼が歌うんですよ、あの大ヒット曲の「ふれあい」っていう曲ね。でその時に、まあ、テレビで知ってたんですけど、あ中村雅俊で、それを見たジュリーがですね、沢田研二が、沢田研二ちょうどソロになった頃ですね。まあ沢田研二はあの中村雅俊知らないんですよね、デビューし始めてから。ジュリーズにスタジオに下駄履いてきてるじゃないですか。お前なんかその格好はとかなんか言ってらしいというエピソードがありました。ということで中村雅俊フレI'm not the one who's running away.
ちらの曲いきましょうかね。そしたら前泉潤ご存知ですか。ご存知ですね。じゃあ前泉潤いきましょう。天使の誘惑という曲がありましたですね。あれいってみましょうか。憧れてました。私よりだいぶ3つか4つぐらい お姉様だったんですね。当時は前園陣が出ましたので、お姉様の歌を歌いたいと思います。テレサ天ご存知ですかね。償い「この街を離れ」
ボードケアでいきましょうかね、ふいちゃん。デルサ店、別れても好きな人、別れたら前より以上に好きになることがありますよね。冷たくされるともっと好きになるんだよ。これが男心、女心も一緒ですね。Thank you.
りました、リクエストタイムですが、リクエストいいですか。はい、どうぞ。あの日に帰りたい。あの日に帰りたい。ユーミン。ありがとうございます。
ございました。
何度も同じ話繰り返す独り言みたいに小さな声でこんな小春日和の穏やかな日はあなたの優しさが染みてくる明日とつる私に苦労はしても笑い話に時が変えるよ心配いらないと笑った
この広い野原いっぱい咲く花を一つ残らずあなたにあげる赤いリボンの花束にして、この広い夜空いっぱい咲く星を一つ残らずあなたにあげる、虹に輝くガラスに詰めて、
まわいとこが住んでるうちに昔みたいに明かりが灯る。あなたはあなたは家族も遠く傷よく寂しさをこらえた。あなたのあなたの見せない傷が身に染みてゆく。やっと手が届く。バカ野郎となじいてくれよ。最後までやりたいんですけど、詩がいいですね、もうすごいね。詩が非常にポロリと涙が出そうな詩ですよね、これ。Thank you.
ありがとうございました。